どうもお疲れ様です。ナミさん。今回はですね、YouTube についてちょっとお話したいと思いますえ。私が昨年の夏あたりから始めたサブチャンネルがあるんですけども、このサブチャンネル、まあ今ではね、半年をちょっと過ぎたあたりなんですけども、あの、アナリティクスを見ますとね、あの、1動画あたり、だいたい3ドルとか4ドルっていうのが多いんですよ。 3ドルとか4ドルっていうと、今150円をちょっと超えたあたりでドル円が推移してますから、まあ5、600円なのかなーっていうふうに感じるんですよね。動画1本作って5、600円。で、毎日作ると10日で5、6000円。で、月間でまあ1万5000円とか2万円になるわけですよね。で、私の動画の作成のペースを考えると、まあ、 1か月で30本というのは少ない方でだいたい50本ぐらいなのかなと思うんですよでいろいろと数字をはじき出してみるとやっぱり10万円前後の全体としての売り上げになるのかなとは思うんですよねまあこれってのはとりわけそんなにね再生数が何万何十万とあるわけではないですしチャンネル登録をしてくださった方も3,000人をちょっと超えたあたりなんですよ、うん、ただやっぱりこう動画が最後まで見られるっていう 離脱率が非常に低いところに、まあ、ポイントがあるのかなっていうことと動画の長さも大体9分とか10分っていうところでね一、まあ、つの区切りである7分から8分を超えてるっていうところが功を奏してるのかなと思うんですよね、まあ、そこでなんですけども YouTube っていうのは基本的には再生回数で稼ぐっていう考え方はもう過ぎ去ったとは思うんですよただやっぱ狙って作る上では再生数を その広告単価に変えるっていうのもまだまだ生きてるのかなと思います。うん、キーポイントは、最後までちゃんと見ていただけてるかどうかってことなのかなと思いますよね。10分間をちゃんと視聴者さんがラストまで見てくださって、その上でね、チャンネル登録が起きたりとか、それから、もう一回見るが起きたりとか、コメントが入ったりとか、いろんなアクション、いいねが押されたりとかっていうのになるのかなってところです。まあ、概要はもうご存知だと思うんでね。 あの何を今更ってことになるかもしれませんけどもあの私がここで言いたいのはね YouTuber って、うんまあ、1000人とか2000人このぐらいでも十分な副収入になるんだなっていうところなんですよだから今ね1万人とかのチャンネル登録者を獲得するのって非常に難しいんですよねだいたい1万人以上の YouTuber さんっていうのは0.2%って言われてるんですよ、まあ、つまり1000人中2人ぐらいしかいないんですよね うん、だからその1万人を目指すよりも大体2,000人前後というところにいればまあとは工夫次第っていうことになるのかなと思うんで、まあ、随分ハードルが低いようにも感じるんですけどもどうでしょうかねもちろん再生数とかチャンネル登録がまだまだ全然振るわない時は直接のコンテンツ販売っていうのがね有効な手段になると思います。要するに再生数が少なないってことこはかなりね 濃いファンの方が少人数いるって形だと思いますので届きやすいのかなと思うんですけども。まあどうでしょうかね。はい。まあ今回はそんなことをね思いついたんで動画にしてみました。ただそれだけなんですよ。すいません。じゃあまた明日よろしくお願いします。